今日のメイン競争で通算2300勝を達成されました五十嵐冬樹ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。まず率直なお気持ちをお願いします。ですね、まあ今週中に決まってよかったなっていう感じですけど、まあ本当にこの数字2300っていう数字はね、本当皆さんに乗せていただいて、本当皆さんのおかげでね達成できた数字なので、はい、本当に感謝します。やはり北海道競馬出身でこの大記録、いろいろ思いがあると思いますけど、どうですか？そうですね、まあ本当一つで言い表せないんで、本当今すぐ出てこないですけど、本当たくさんの思いがあって、いろんな勉強させてもらいながらね、ここまで来れたと思います。年齢を重ねてきてベテランにもなってきましたけど、今心境的にはどうなんでしょうか？そうですね、もうだいたいね、年も45になってきましたしね、まあ今自分にこう課しているのはね、やっぱり与えられた馬はね、あのきちんと結果出したいなっていう思いで乗ろうと思ってるんで、まあこの後もねそういう思いで乗してもらいたいと思いますけどね。体のケアとかそういうのはどうなんでしょうか？まあまあそれはここ何年も変わらないんですけど、はい、うん、まあストレッチしたりそれぐらいですけどね、はい。今季ここまでを振り返るといかがですか？そうですね、あの前半春先といいますかね、まああまり騎乗馬もそんなに数は多くなかったんですけど、まあ、最近ちょっと乗り鞍も増えてきてね、うん、少しずつこう勝たせていただいてるんで、まあそのなんて言うんでしょう、乗せていただいてるね思いに応えていきたいなと思ってます。さてこの記録どこまで伸ばしましょう？まあそうですね、まあ正直まあどこまでっていうあれは考えてないですけど、まあ乗ってる以上はそれこそ一つ一つ、うん、勝ちを目指して頑張っていこう、それしかないです、はい。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、皆さんのおかげで2300という勝ち星を挙げることができました。本当にありがとうございます。これからも、一つ一つ一生懸命乗っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。